メカストレイパー・オカヨシガモは、カモモクカモカマガモ族に分類される鳥類。北アメリカ大陸北部、ヨーロッパ北部、シベリアなどで繁殖し、冬季になると、アフリカ大陸北部、ヨーロッパ南部、インド、中華人民共和国東部などへ南下し越冬する。日本では、アシュ、オカヨシガモが冬季に、越冬のため少数飛来し、北海道ではごく少数が繁殖する。 キリバス全長46から58センチメートル。翼海長84から95センチメートル。体重0.5から1.1キログラム。自列飾りの光沢は白い。自列飾りは白い。甲子は大々色や陶鉱色。卵は長径5.5センチメートル。短径3.9センチメートルで、殻は単鉱褐色。繁殖期のオスは頭部の歯衣が、 褐色や肺褐色で黒い反転が入る。おばき部を覆う羽毛が黒い。お歯は黒や肺褐色。くちばしが黒い。非繁殖器のオスやメスは全身の歯衣が褐色で黒褐色の反紋が入る。メスはくちばしが大色で、くちばし上部に黒い反紋が入る。翼鳥オス二26から 28.2cm、十23.5から 26cm。 他のカモ類のオスは繁殖期になると頭部が緑色や赤茶色など派手な色をしているのに対し、オカヨシガモのオスは繁殖期でも頭部は褐色で他のカモ類のメスとあまり差がないため野鳥愛好家の間では地道なカモとして有名になっている。種商名ストレイパーは創造 C のい故障、出現、三角州などに生息する。 食生は主に植物食で、種子、茎、葉、根、水生植物、昆虫、魚類、両生類などを食べる。主に小規模な集団で水面に頭をつけて泳ぎながら、採食を行う。繁殖形態は乱生。集団繁殖地は形成しないものの巣から5メートル以内に、別の個体が巣を作ったり、十数メートル間隔で数十個の巣が密集した例も、ある。 5から7月に水辺の茂みなどに枯れ草を組み合わせた巣をメスが作り、8から12個の卵を産む。メスが放卵し、放卵期間は24から26日。ありがとうございます。